失格門の最強賢者テレビアニメ化決定おめでとうございます。はい、マティアス・ヒルデスハイマー役、玉木里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ルリー・アベントロート役、鈴代さゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アルマ・レプシス役の白石遥です。よろしくお願いします。はい、イリス役の伊沢翔です。よろしくお願いします。というわけで、うんうん、改めましてこの作品のご説明をさせていただきます。お願いします。失格門の最強賢者とは、うん、最強の賢者がさらなる強さを求め一人の少年として生まれ変わって大活躍する失格門の最強賢者、うん、新興諸島先生原作、風間の風花先生イラストの小説家になろう初の超人気異世界ファンタジーです。超人気、超人気ファンタジー。GA ノベルから刊行中で、シリーズ累計発行部数は2020年12月時点で400万部を突破している、すごい超人気タイトルです。すごいよよよ。はい、そんな超人気タイトル、こちらの作品のご説明をちょっとさせていただきます。お願いします。はい、こちら、世界最強の魔法使いと歌われながらも生まれ持った紋章の性能に限界を感じていた賢者ガイアス、その彼が己の紋章を変えるために取った手段、それは転生によって新たな体を得ること。いいね。彼はですね、遥か未来の世界に転生し、求めていた魔法戦闘に最適な紋章とマティアスという名前を手に入れました。はい。しかし、その紋章はこの時代ではなぜか失格門と呼ばれておりました。失格門、なぜだ。はい、と言いますのもですね、時を経た今世では魔法が衰退してしまっておりまして、低レベルな魔法理論がばっこしてしまっていたと、はい、いうことでございまして、魔法戦闘最強の失格門と賢者の知恵を併せ持つ少年マティアスは世界の常識を次々と打ち壊していきます。はい、そんな異世界紋章ファンタジー、ここに開幕開幕、イエーイ、という壮大なストーリーとなっております。これは楽しみですね。すごい。そして続いてテレビアニメのスタッフのご紹介です。はい、監督を務めるのはテレビアニメ俺を好きなのはお前だけかよの監督や、うん、映画コードギアス反逆のルルーシュの演出を担当した秋田屋典明さんです。そしてシリーズ構成にはゲーマーズやとある科学のレールガン T、 またアニメだけでなくウルトラマンシリーズなど幅広いジャンルを手掛ける内田博樹さんとなっております。アニメーション制作は JC スタッフと盤石の体制で制作進行中でございます。期待大ですよ。ありがとうございます。さあ、それではここでですね、皆さん、はいはい、お待ちかねのキャラクターのご紹介いきたいと思います。まずは主人公のマティアスからお願いします。はい、私が演じるマティアスはですね、はい、世界最強と歌われながらも自身の紋章に限界を感じ、うん、魔法戦闘に最も適した紋章第4紋を手に入れるために転生した元賢者でございます。うん、転生後は見事第4紋を獲得し、実力はさらに高まりましたが、うん、やや現代の常識に疎い何も知らない。強いですね。そして私、鈴代が演じさせていただきますルリーちゃんはですね、王立第二学園の入学試験を受けに来た少女、はい、試験前日に折れてしまった剣の代わりを探していたところで主人公のマティアス君と出会います。冬魔法を得意とする第一門括弧栄光門を持っておりまして、控えめで礼儀正しい性格なんですけど、なぜかマティアスへのスキンシップは多めということで、なんでなんでしょうかね。そんなね、2人の様子をちょっといじりつつも見守っているのが、私が演じさせていただくアルマなんですけれども、ルリーの親友でして、一人称がなんと僕なんですよ。勘が鋭く誰に対しても物おじしない性格で、変なところに嫁がされるのを嫌がり、田舎から出てきて王立第二学園に入学します。はい、はい、第2門乗馬門を持ち、剣よりも弓を得意としています。なるほど。さあ、そして私の演じるイリスですが、はい、
少女の姿をしているが、その正体は神話に出てくる超天才級の暗黒竜。強い、もうその分だけで強い、ね、マティアスとは転生前から関わりがあり、彼の誘いにより王立第二学園に転入します、うんうん、マティアス以上に常識がなく細かい力のコントロールができないため、何とかしようとするたびに、災害級の被害を起こすと話して安定の陣がです。なんか、ね、人の体に慣れてない時がすごい可愛い、ね、どうしたらいいんだみたいな。いやいいですね。はい、そしてタイトルにもなっております紋章でございます、うん、こちらの作品ではですね、切っても切れない関係の設定ですので、ご説明させていただきます、はい、この失格紋の世界には4つの紋章が存在します、うん、まず1つ目の紋章、鈴代さん、はい、解説お願いします。かしこまりました、はい、先ほどもあのキャラクター説明のところで何回か出てきてたと思うんですけれども、うん、まずは第1問、栄光門というものがございます、はい、こちらはですね、ガイアス転生前のマティアスに刻まれていた紋章で、生産系に特化したスキルを持っております、はい、と言いますのも、武具の生産だけではなく、食料に関する魔法や魔物を避ける魔法など、冒険において不可欠な魔法にも長けているため、サポート役として戦闘パーティーにも重宝されております、はい、第一問すごいですね、初期状態では戦闘系魔法の使い手としても最強の能力を誇っておりますが、その後の成長率や成長限界がちょっと低いため、はい、鍛錬した他の紋章の持ち主には遥か及ばないとなっております。ただここにかっこガイアスを除くと書いてあるのでガイアスは強いということですね。なるほどね、はい、まあ、そんなガイアスのいた世界では、うん、8歳を過ぎる頃には他の紋章に追いつかれてしまいまして、で成人する頃には戦力外になってしまっていたんですけれども、うん、現在の世界、まあ、こちらマティアスの転生先の世界ですね、うん、では魔法レベルが前世の8歳児よりも低いため、依然として最強の紋章として扱われておりまして、そんな持ち主も優遇されているとなっております、はい、でこちらが、まあ、私が演じさせていただきますルリーと、あとマティアスの前世であるそのガイアスが当てはまる紋章となっております。まあサポート役としてパーティーに今一人いたらすごい強いかなというか優秀な感じのものになっておりますね。はい、はい、ありがとうございます、続いて2つ目の紋章を白石さんお願いします。はい、第2問、乗魔紋ですね。威力特化型の紋章で、初期こそ特筆すべき点のない紋章なんですけれども、うん、鍛錬すると刺激する魔法の威力が際限なく上がっていくため、すごい非常に高火力の魔法が放てるようになります。ただ威力が高い代わりに魔法を連射する能力はあまり上昇しないんですね。なるほど、うん、弓などに、魔法を乗せて撃つことで、貫通力や威力をさらに上げることができます。他の紋章でも同じことはできるんですけど、射程距離だったりとか連射速度について第2問の持ち主には遠く及びません、はい、現在の世界においては持ち主はごく普通の人物として扱われます。普通の私の演じさせていただくアルマちゃんがね、その第2問の所有者なんですけれども、弓が得意なアルマにはそうぴったりなんですよ。そう、これを教えてくれたのもマティアスですけどね。弓、はい、やった方がいいよって。ありがとうございます。続いて3つ目の紋章ですが、伊沢さんお願いいたします。はい、第3問、昇魔紋というのをご紹介したいと思います、はい、連射特化型の紋章で、初期状態では威力の低い魔法を放つことしかできないが、鍛えることで魔法の威力と連射能力が上がり、一気に畳みかける必要がある掃討戦などにおいて高い力を発揮するようになります。現在の世界では紋章の種類によって連射能力の変わらない詠唱魔法を使うことが主流になっているため、その特性を正当に評価されず、第4問の失格もほどではないが持ち主は冷遇されています。あ、うん、第2問の持ち主のように弓に魔法を乗せることも可能だが、弓に矢をつがえて撃つまでにかかる時間が
魔法が発動する時間よりも長いため、実用性はやや低めということ。なるほど。はい、私の演じますイリスはこのもんって言いたいところなんですが、はい、なんですが、あらら、イリスは竜なので、はい、紋章を持っていません。あでも連射能力が高いそうなので、今後どんなキャラクターがこの紋章を持って出てくるのか気になりますねということで。あ、確かに。そうね、最後畳みかけたいみたいな時にやっぱいてくれると心強い、ね。ピンチの時意外と役立つと思うんだよな。ね、確かに。それぞれ全然違うから、みんながこうギュッとパーティーに来たら面白いですよね。感じですね。はい、伊沢さんありがとうございました。はい、そして4つ目の紋章ですが、私からご説明いたします。はい、第4問、失格紋。出た。はい、近距離特化型の紋章で魔法の作用する範囲が極めて低いため、基本的に遠距離で戦うには不向きだが、近距離戦においては第2問過去上魔紋のような威力と、第3問小魔紋のような連射性能、魔法発動の速さを兼ね備えた最強火力となります。おお、すごい最強です。うん、ただその恩恵に預かるには敵に近づく必要があり、近接戦を覚悟しなければならないため、剣術と魔法が併用できる必要があるんですね。はい、最も扱うことが難しいとされている紋章でございます。私演じますマティアスが持ってる紋章が失格紋なんですけど、はい、この紋章を得るために転生を決意したとのことですので、まあ欲しいと思って、あえてそれはね、そう取れたのがすごいんですけども、これから先どんな活躍をしていくのかがすごい期待大でございます。楽しみ、はい、難しいけど使えたら強いみたいな感じなんですかね。さあ、ここでじゃあお知らせをね、はい、しましょう。はい、お願いします。失格門の最強賢者、世界最強の賢者がさらに強くなるために転生しましたは、 GA ノベルより第1巻から第12巻まで発売中でございます。コミックはスクエアエニックスガンガンコミックスアップより第1巻から第13巻まで発売中。はい、はい、コミックアプリ漫画アップでも配信中でございます。コミック最新14巻も原作と合わせて3月に刊行予定となりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。また公式ホームページとツイッターも開設いたしますので、新しい情報などはこちらをぜひチェックしてみてくださいね。うん、すぐだ、すぐフォローに多分お願いします。はい、お願いします。それではですね、作品のファンの方へメッセージを一人ずつお願いいたします。はい、まずはじゃあ伊沢さんから。はい、はいはい、というわけで改めましてイリス役の伊沢しおりです。新番組の情報って本当ワクワクしますね。私たちもこれからアフレコが始まるということで、今とってもワクワクしている状態ではございますが、はいはい、ぜひ皆さんにもですね、このワクワクを一緒に味わってほしいので、原作と一緒にねチェックして放送までの時間を楽しみに過ごしてもらえたらなと思います。お楽しみに。はい、じゃあ続いて私から、改めましてアルマ役の白石はるかです。ご覧いただきありがとうございました。本日ね、皆さんにこうお伝えしていきながら、でも私たちもね、より一層こう楽しみになってきたので、はい、私もそのこれから始まるねアフレコ頑張っていきたいなと思うんですけれども、やっぱり原作ファンの皆さんに喜んでいただけるようなアルマちゃんを演じられるように頑張ります。なんかこう登場人物が強いのに、それぞれすごい人間味があって可愛らしいんですよね。だからそんなところを皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思います。原作とともにアニメの応援もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次私がいきたいと思います。はい、改めまして、ルリーちゃんを演じさせていただきます鈴代さゆみです。ご覧いただきありがとうございます。まあ、今回テレビアニメ化が決定ということで、多分この映像の前にその決定しましたよみたいな映像も見てご覧いただいてたかと思うんですけども、本当にまずおめでとうございますというところで、そんなテレビアニメ化にこうやって関わらせていただけて本当に嬉しいなと思います。で、まあアフレコもこれからということなんですけど、今回このメインキャストの皆さんともお会いするのが実は今日が初めてだったりもして、すごいなんかそういう意味でも嬉しかったなって思いました。で、まあ原作とコミック、まあ、3月に発売ということなので、アニメまで、まあ、原作を読んでいただいたりだとか、
まあアニメを見てからでもいいですし、まあ、どちらのやり方でもぜひね、あの、とにかく失格もも、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。うん、まあ、ルリーちゃん的には、冬魔法の効果がテレビでどんな風に見れるのかすごい気になるなっていうところなんですけれども。はい、楽しみにしていただけたらなと思います。本日ありがとうございました。これからよろしくお願いします。はい。はい。そして、改めましてマティアス役の玉木ニナです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、ですね、漫画と小説どちらも読ませていただいたんですけれども、やっぱりマティアスくんの無双っぷりがすごい読んでてすごくスカッとするような作品だと思います。マティアスがですね、この転生前のガイアスだった時は一人で結構戦っていたと思うんですけど、転生してからはこういう素敵な仲間にも囲まれて、この先どう成長していくのかも見ものだと思いますので、私たち4人も一生懸命頑張っていきたいと思います、はい、ぜひぜひ放送の方を楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてアニメのティザービジュアルも完成したということで、なんとなんとスタジオにてご披露いたします。イエーイ。スタジオの本田さん、千本木さん、ご紹介をよろしくお願いいたします。はい、というわけでテレビアニメ、失格門の最強賢者、お楽しみに。